メルブラタイプルミナーとても楽しませていただいてます。ありがとうございます。メルブラは初めてやった格ゲーで青春のゲームだったので、今作は超やり込んでやるぜと気合を入れてやっているのですが、とある癖にとても悩まされてます。それは連打癖です。他の格ゲーでもこの癖のせいで最速入力が必要なコンボが安定しなかったり、ビタ重ね等がうまくいかなかったりしていたのですが、本作は何と言ってもラピッドビートが暴発しまくるという事態に苦しんでいます。今回のメルブラは本当に上手くなりたいので、連打癖を何とかしてでもなくしたいのですが、いい解消方法などありますでしょうか。これ難しいね。確かにね、連打しまくってしまうといろいろ出ちゃうのはある。一応その対策ではないんだけど、対策ではあるか、レバーを後ろに入れてるとラピッドビートが出ないっていうのは基本的にはあって、まあ地上のやつだけね、地上のやつだとまあ出ないんで、まずはそれかなという気がする。その後ろ入れながら C 連打してもラピッドビートは出ないなんだけど、一応 A を挟むと出ちゃうんですよ。これがねややこしくて、立ち A を挟んだ瞬間に出ちゃうっていう、まあ、ぶっちゃけバグがあって、これがね結構悪さをしておる。立ち A の後だと後ろ入れてても出ちゃう、これがね結構良くない。これはちょっとどっかで直します。でそれとは別で、空中はね、後ろ入れてもね、出ちゃうのよ。これはね、なんともしがたいです。なんともしがたい。空中版がね、まあ、後ろ入れて出ないようにするのありかなという気はするんだけど、一応その、反対側に空中投げできる、反対側に空中投げするっていう時に、テクニックがあるから、まああれかなという気がするのと、個人的にはね、そのラピッドビートって、例えばしゃがみガードしながらこういう感じで出てほしいなって思うし、しゃがみガードしながら連打して出てほしいって思うんで、そう、なんだろうな、まあそのもらったお便りとは真逆の回答になっちゃうんだけど、暴発してほしい、言ってしまうとね、出まくってコンボ完走してほしい、いいから空投げに行ってほしいみたいな気持ちが私の中ではある。その方が結果的にはいいことが多いよっていうのがある。まあ、ただね、暴発がストレスっていうのもわかるから、まあなんかいい方法ねえかなと考えてたりはします。多分結構そのこういうやつだよね、そのここの最後の着地後 B みたいなやつ、これをやろうとして、例えば難しい空投げになっちゃう、これ、うん、やりすぎて俺は逆にできなくなってるんだけどやりすぎてできなくなっちゃってるけど、まあ、こんな感じで空投げが出ちゃうとかね、はこれがね、あるのはね、確かに良くないなとは思うんだよね。難しいわね、ここは。まあ、4入れで出ないようにするのはあるんだけど、後ろに空中投げしたくない？これのために入れてんだよね、これって。その、なんだ。
そもそもこれがしたくて入れてる。空中投げするときに後ろにいながら空中投げが出したいじゃんっていうところからこれって入ってて、多分ねこれを切るといろんな人がおぎゃってなる、おぎゃってなる、多分ね私もおぎゃってなる。まあちなみにそのここの 5B を簡単にするのはまあちょっとなんかどっかでやりたいなと思ってるんで、まあその辺かなとは思いますね。ちょっと別のアプローチを考えるしかないかな。あ、パンダーナさん、サブスクありがとうございます。いつもありがとうございます。どうすればいいんだろうね。まあとりあえずここの着地 5B とかに関して言うと、まあちょっとなんかしたいなと思ってるんですが、それ以外に関して言うとちょっとむずいな。4位例を地上の方はバグを直せば多分出にくくなるんで、ただ1入れだとな。まあ空投げの最高な、あのなんだ、最低空の高度をなんだ上げるとかでもありっちゃありなんだけど、それこそさこういうのができなくなるのよ。まあまあ、その上りだったら下りだったらみたいな分岐もできるんだけど、なんだこれで有利取ろうみたいなのがあるわけじゃん、あるわけじゃんというかあるんだけど、だ上りはできるけど下りはできないとか、まあいろいろねアプローチは多分ある方法としては、けど入力で AD で出した時だけは出るとか、ラピッドビートだけは出ないとか、まあ多分その辺かなというふうに俺的には考えてますね。まあそうだな。いや結構ねその割とコマンド入力とかラピッドビートとかもそうだけど、仕様としては結構ね結構複雑にはなってるかな。足してる仕様は生々しいコーディングになってると思うよ。これな、まあこれを融合活用しているキャラクターもおるので、これもこれで一長一短なんだよね。実際さこれってさ長いんですよ。普通に牽制としてこれって結構長くて、 AC は届かんけど AA は届くみたいなのが秋葉だとあるじゃん。あるし、ブローブとかも AA が空中ガード不能で対空になるとかもあるし、一個ね結構テクニックはねあったりはするのよ。いろいろ考えた上の仕様ではあるんだけど、難しいよねこの辺ね本当ね。あとあれだな、そのこれねどっちもどっちなんですよ。例えばこの AA がこのこれ目押し気味にしないとこのラピッドビート出ないのね。だけど先行入力気味に AA って入力するとこんな感じで立ち A ってレバー4に入れてなくても出せるのよ。これは AA になるけど、これは A ラピッドビートだね。これはラピッドビートだけど、このトントンぐらい、トントンぐらいだとラピッドビートで、トントンだと、トトッだと、立ち絵立ち絵なんですよ。っていう、そうなんだろう、4入れじゃなくても謎の使い分けがこのゲームあって、こんな感じで4、
難しいな。3回までいけないんだっけ。できないか。無事うわできねえ。できねえ。最初しかできなかったな。最初しかできなかった。むずい。まあみたいな感じで、まあ、じゃんえじゃんえとか出せたりするんだけど、なかなかねむずい。あ、ちなみにそのオンオフを完全に否定してるわけではないわ、正直。だけどデフォルトはオンかな、正直。で、いらないっていう人にオフの機能足すのは別にやってもいいかなとは思う。まあ、使うかどうかは置いといて、やっぱいろんな人に対応するべきだと思うし、あとはまあな、結構ねコマンドリストとかも変えなきゃいけなくなるから割とむずいわね。割とむずい。うん、チュートリアルとかも変えなきゃいけないし、結構影響範囲はでかいかな。あ、ちなみに、ジャンエはね、わかると思うけど、後ろ入れで、こうやって A になるんで、A になるんで、こうやって投げれるじゃん。補正がきついときに、BC、BC がつながらんってときあるじゃん。ときはこういう風にするといいよ。っていうのはある。こういうやつね。もっと言うと、あ、できてね。これな。これ。あ、できてね。これ。なんで、今の仕様に納得できないというか、そうなんだろう。もっとやりたいなって人はこういうオタク入力を駆使してもらうしかない、基本的には。例えばメルティブラとタイプルビナ2みたいな変わった時とかになんか変えていくっていうのはありかなと思うけど、現状だとな、根っこから変わるやつはちょっと足しにくいわね。現状の仕様で満足してる人も多いだろうし。あれ？ちょっと待って。合ってるか。ちょっと、アニメ設定間違えてるかなって一瞬ドキッとしたわ。大丈夫だった。まあ、とりあえずですね、ちょっと仕様の話ばっかりしちゃったんですが、連打癖ね、どうしようかな。まあ、だけどこの悩みに関して言うと、4入れでのラピッドビート防止策を1個狙ってみるのと、そのラピッドビートが出てもいいルート、もしくは出た時のルートをもうちょっと練習して、全体的にゲームスピード速いので、まあその辺に慣れていくっていうのがいいかなとは思います。なかなか手癖っていうのは治らなくて、まあ、自分も例えばコマンド入力苦手なやつがあって、それがすぐ変えるというか、なんつうのかな。すぐ手癖を変えれるかっつうと、ちょっと無理かな。特に格ゲーは20年、30年やってるから、今更昇竜拳の入力を変えてって言われても結構きついわね。から、なかなか変えにくい。同じように連打しちゃうって癖があるっていうのに対してはちょっと変えにくいんだけど、まあ、例えば比較的ラピッドビートが漏れてもいいキャラ、もしくはラピッドビートが最適になりやすいキャラとかを狙うとかもありかもしれん。キャラ替えというかね。で、ゲームでちょっとまあ真面目な話をすると、連打しちゃうっていうのはどういうことかっていう、そのなんだ、癖なんでね、癖に理由はないんだけど、癖じゃないとして連打しちゃうのによくありがちなのが、技の終わりと始まり
ないし当たったタイミングっていうのを正確に理解してない時に人は連打しがちっていうのはあります。要するにどのタイミングでボタンを押したらこう反応するっていうタイミングが把握できていない状態、例えば技が当たった瞬間に押せばあのビートエッジになるけど、その当たった瞬間っていうのを把握していないので連打するから次の技を出したくなるっていうのとかは結構あるし、例えば目押しとかができないから連打しておくっていうのはあるけど、目押しができるタイミングが分かっているだと一回ポンって押して終わりになるわけだから、まあそういう風にしたい。でもしアケコンでやっているんであれば、アケコンでやっているんであれば、まあそのピアノ押しっていうので改善していくのはありだと思う。ピアノ押し、例えばタイミングが分からん、ね、リバーサーのタイミングが分からんって時に、俺そうなんだけど、例えば波動拳ってこの入力なんだよ、絶対 236cc なのね。これ俺はただ今波動 C を入力しただけなんだけど、9割型この入力です。1回だけボタン押すことってまずない、まずない、マジで。竜巻はこう、竜巻 CC なんですよ。これは俺がそのスト3のサードストライクっていうのを結構長くやってて、あのゲームはその話入力のあれもあるし、なんだ、受付がシビアなんで、まあ、ボタン連打じゃないとリバーサで出ないっていうのが正直あって、割とそうやってましたね。こういう感じで、あ、ちょっとリバーサルで C を入力するときに俺が1回だけボタンを押すってことはあんまりない。こういう感じで1回だけ入力だと多分リバーサルできないんだ、かなり下手だから、波動 CC ってやって受付を伸ばしてるんですよ。で同じように例えばここの立ち B も、まあここぐらいになってくるとビタ押ししてることが多いかな。まあここも別にあのピアノ押しでもいいと思う、着地 5B の部分を。だけどこれはさすがにビタ押しの方がいいかな。ビタ押しだな、ここはごめんなさい、ビタ押しだわ。ガードリバーサルとかだな、よくあるやつが。ガード、まあ、こういう感じで突っ込んでくると、ここに、ちょ、相殺しないで。相殺しないで。まあ、相殺しちゃうんだけど、これ確か。割り込めないんだけど。ここに関して言うと、弱で割り込む、割り込んでないけど、まあ、相殺起こってんで、まあ、成功ということにしてください。その、ここに関して言うと、キリス出てるかな？こんな入力をしてることが多い。今だっつって、全部ピアノで押しちゃってる人はいる。俺がそうなんだけど、できてね、マジか。ここのあのジャンプキャンセルシールドとかも上を押しながら D を2回押して難易度俺は落としてるのよ。これをビタで押そうと思うと結構むずくて、これは俺苦手、結構こうやって食らっちゃう。だけどこんな感じでピアノピアノピアノって押せるとこういうズルの仕方もある。あ、ちょっと違うボタン押しちゃった。こういうのもなくはない。そうだね、ここはね出ちゃうんですよ。だけど見て、こんな感じで出ちゃうんだけど、まあガチで早いピアノ押しにすると確か出なかったはず。出ちゃうんだっけ、確か出ないよね。うん、今出てないよね。いやー、ほとんど無理だね。これぐらいのビタ押しだったら、まあ一応出ないんだけど、まあ割り込むときってこれでいいかなという気がする。それよりもやっぱりこういう時ってそうなんだろう、ちゃんとリバーサルで A を出すっていうことの方が俺は気にしたいから、
連打しちゃうかな、連打というかピアノししちゃうかな。ここは難しいね、一個一個押していくの。一個一個ボタン押していくと私すごいぎこちない、コンボできない、できないコンボ。一個一個押していくとできない。これをいつもの入力にすると、あ、違う、間違った、こんな感じで汚い入力がジョコ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 出てくる。めっちゃ汚い入力になってるっていうのをすると、あの緩和できるんで、この逆にそのなんだ、ピアノ押しをするとピアノ押しの連打って結構むずいんだよね。ピアノ押しをしてさらに連打するのはかなり難しくて、指の構造上もさ、そうはならんのよやっぱり。からまあ連打しにくくなるんじゃないかなという気がします。はい、ちょっとあんまりいい回答にならなかったんですけど、まあ、こんな感じでアケコンとかやってみたりするともしかするといいかもしれないですね。はい、お便りいただきありがとうございます。